女はオーガズムに達したふりをするけど、男は恋に落ちたふりをする。シャロンストーン。さあ、やっていきましょうか。バイオハザードボーイ。ということでね。いや、なんかさ、タイトルでさ、エロとかってやるとさ、すごい再生数が伸びるんですよ。やらしい話ね。本当にやらしい感じなんだけどさ、まあ、それはいいとして、そうするとさ、やっぱりね、常にね、言ってくる人たちがさ、もう、ね、タイトル詐欺とかね、サムネで釣ってるとか、でも実際そのシーンがあるわけだからさ、別にさ、ねえ、それに釣られたあなたたちが悪いんですよ。っていう言い方をしたら俺が釣ってるっていうことになる。別にそのつもりはないけどね。まあでもやっぱり、一人でも多くの人に見てもらってね、まあ、全体通して見て面白い動画だったっていうふうに言われたかったとしたら、ああ、やっぱりね、うん。そういうのもね、マーケティングだったりビジネスだったりするわけですからね。はい。ということでね、まあ今のやつは何だったかっていうと、何だったっけ、あ、そうそう、シャロンストーンって皆さん知ってます？まあ美人さんですわ、外国のね。僕も知らないんだけどね。シャロンストーンってなんか、何だったっけな、なんか昔の映画の女優さんだったかな、うん、うん、言うほど昔じゃないかもしれないけど。あ、でもさ、なんかあるよね、その、確かに男って、とにかく女と、その、盛りのついた感じで、やりたい、やりたいばっかりだから、ね、どうでもいいみたいな。え、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 後ろいた？びっくりしたよ。あ、いるね、いるね。めっちゃ斧を振ってきた。ね、男って、その、出すまでって、最短1分とか2分とかでいけるわけですわ。ね、だけど女性の場合はいくらその行為にふけったとしても最終的に気持ちで行くか行かないかっていうところが、まあ、反強制的にね、なんかさ、行かせるとかもできるけど、でもそれってなんか違うわけですわ、うん、っていうことを考えた時に、まあね、オーガズムに達してなんか身も心もこの人好き愛してるっていう風に女性は思い込まなくちゃいけないからね、腰をのけぞらしてみたりとかね、喘ぎ声をなんかを1オクターブ、2オクターブ上げてみたりとかっていうふうにいろいろちょっと工夫をするわけなんですよね。だけど、まあ、実際は、まあ、心は何とかしようと思っても体は言うことを聞いてないみたいなのが、まあ、女性のパターン。だけど、男の場合は、もうね、出せれば OK だから、そいつのこと愛してるよ、愛してるよ、ちょっとでも感じて、その男の場合ってその、腰を振るだけじゃなくて、女の人の、ね、声がどれだけ、ね、自分の元に届くかって、どんな風に聞こえてくるかっていうものでも、やっぱり反応して興奮するっていう生き物なんで、あれ？あ、やっちまった。あれ、押せてなかった、今。しまったね。はい。なんか久々にここでやられた気がする。なんか、まあ、新鮮ということで許して。悔しい。まあまあ、そんなのはいいとして。そう。ふっ。ね。で、そう。だからね、いや、本当にその恋してる人もいるし、本当にオーガズムに達してる人もいるから、一概には言えないけど、まあなんかね、なんとなくそんな感じがするんじゃないっていうふうになったけどね。はい。まあそんなな。結論言うとどうでもいいかっていう話なんだけどね。そうで、まあまあ、それはいいや。そう、最近ね、なんか、やっぱちょっと、モチベーション全体的に下がってきてるというか、仕事とかね、筋トレとかそんなじゃなくて、もうなんか生きることの全てのモチベーションが下がっちゃってるっていうのがぶっちゃけあって、皆さん、どうやってそういうのを上げたり保ったりしてます？なんかね、ちょっと電車、この間ね、新幹線じゃない、電車で家に仕事から帰るときに、ふとね、なんか中途半端な運動だったりとか、中途半端な仕事とか、中途半端な勉強とかをして、なんか中途半端な人生を送って、俺って結局、なんで生きて、なんで死ぬんだろうっていうことを、ね、ちょっとね、頭の中よぎった瞬間に、ね、全てがなんか虚しくなった瞬間っていうのがあって、多分、こういうのの極致っていうのが、まあ、身を投げてしまうっていうところにつながるかなっていうのが思って、もう結構ね、最近落ち込んでます、本当に。だから、なんか爆発的にお金持ちになるわけでもなければ、なんかすごい人気者になるっていうわけでもないしっていうのね、なんかいろいろ考えちゃったらさ、なんかすっげえ本当に虚しさを感じて、どうなんだろうなって、なんか仕事一生懸命一応やってるし、子供とね、過ごしたりとか、嫁さんと過ごしたりするっていうのは、まあもうこれはまず間違いなく幸せっていうか、すごい楽しいんだけど、でもなんかね、その、じゃあ、
そのいろいろなそのしがらみを取り除いたときに、まあ、家族とのしがらみって言ったら変かもしれないけど、自分のその人生を生きるっていうことを考えたときに、果たしてこれで良いのかっていうね、疑問が拭えなくなっちゃったっていうのがね、Looks like we have the upper hand. まあそういうことをまあまあ深く考えるっていうのはある意味ね、その自分を見つめ直すっていう意味でもいいのかもしれないんだけど、ね、もうだから今ね、自分を動かす原動力っていうのは娘が日々成長してて、だから、ね、あのね、歩くのはすごい遅かったんですよ。歩き始めるのはよ、あの娘ちゃんすごく遅いんだけどね、歯が生えるのめちゃくちゃ早いから、あの物をいろいろ食べるとかっていうのも、そのなんていうんだろうな、あのその食べられるものってその年相応に合わせた味付けとか食材とかにしなきゃいけないのはあるんだけど、でもそのある程度硬いものが食べられるようになったりとか、やっぱ自分でそのものを噛み砕いて飲み込めるっていう楽しみがあるのか分かんないけど、そのもぐ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 してるのがすごい可愛かったりとかね、すごい歯入るの入るんだけど、だから嫁さんのね友達でジャスト2ヶ月早く生まれた女の子の友達がいるらしいよ。でその子にこの間たまたま会ったんや、だからたまたまっていうかゴールデンウィークの時くらいにたまたまお会いする機会があって、でその子はもう歩けるんだよね、2ヶ月早く生まれたその子は。だけどまあうちの子はまだ歩けない。ところが歯をあのね、なんかわーって叫んだ時に歯をちらって見たら、まだまだねうちの子と比べるとね生えてないっていうところがあったんで、だからまあね、その赤ちゃんなんて言ったらいいだろう、まあやっぱり子供によってそのどこの成長スピードが速いのか、どこの成長スピードが遅いのかっていうのはやっぱあるから、まあそこはあれなんだけど、やっぱりね嫁さんとしてはなんかね早くね娘ちゃんとね歩きたいっていうね願望がある。だから普段僕仕事に行ってさ、嫁さんまだ今育休中だから、あのねゆっくりゆっくりお散歩とか行ったりするんだけど、でも散歩にねやっぱり嫁さん一人とかで歩いてるよりは、なんか娘ちゃんが自分の足で歩いて、でいろんなね草木とかさ石とか拾ってさあーとかやってるのをなんか見てる、近所の子でもそんないっぱいいるんだけど、そういうのがあったらなんか楽しいなみたいなね、そういうのがねいろいろとね、まあ、もう少しで目に見えてって楽しみなんだけどな、どうなるか、うん、子供の成長、子供の成長って本当著しいよ。だからさ、なんだろうな、よくさ、教育とかにさあのお金かけたくない、それこれはその子供の教育というよりは会社のさ人間で教育って、だから大人になってくるともうその自分自身で勉強しましょうみたいなさ風に言ってさ、ほったらかしにする会社とかもあるんだけど、その一瞬一瞬を逃してしまって、あの一瞬一瞬をもう主体性だっていう風に、まあ聞こえはいいかもしれないけど任せてしまって、で後々あの取り返しのつかない、あじゃあやっぱこの会社から去りますとかね、あの全然成績残してくれませんって、で会社ブー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 も言われながらも、でも簡単に辞めさせることはできないから、とりあえずいさせとかなくちゃいけないみたいなことになったりとか、うん、ね、そういうのがあったりとかすると思うんだけど、それと教育、その子育てっていうところもまあ多少同じじゃないかなっていうふうに思って、やっぱりね、時間かけるべきところはかけなきゃいけないと思うし、そのお金かけるところはお金かけなきゃいけない。いやー、ちょっと押したじゃん、ちょっと待って、押したじゃん、XC 押したじゃん。まあ、それはいいや、そう。で、あ、気づいたら、会社辞めてますとかね、あの気づいたら、もう、あの、お父さん嫌いとかね、あのお母さん、死ねばばとかって言うようなね、あの、なんていうかな、反抗期を迎えて、あの、可愛かった頃はどこだったんだとかね、あの、仕事を始めたばかりなの、純粋な誰々君は何だったんだみたいなね、状態になってくるんですけど、まあ、そういうのを考えるとね、やっぱりね、教育っていうのはしっかりとね、時間とね、お金とかっていうのをかけて、やるべきことをやってあげた方がいいんじゃないかなっていうふうには思うよね。あ、逆に。これ前もやらかした気がする。一周目の時もやらかしてた気がするよね。あ、
ようやくうまくいったって。あ、そうそう、でね、ガラッと話変わって、なんかもう取り留めのない話ばっかりしてるんだけど、なんか今日ちょっとノープランで入っちゃったんでなんか何喋るかっていうね、ゲーム実況せいやって話なんだけど、ゲーム実況してたらいいかなと思って、だってさ、もう このパターンに入っちゃった時にさ、なんかあのやることも喋ることもなくないって思っちゃうね。うん、でまあそれはいいや、それはいいや。そうそう、で一応、RE2 買いました。で RE2 買って、今度これあともう3、4パートくらいで終わると思うんだけど、終わったら、RE2 を始めていこうと思います。一応 Z バージョン買ったんだけど、Z バージョンってあれかな、もしかしてやっちゃうと、バン食らうかな、黒すぎて。最初の、例えばエリオットを食われるシーンとかさ、Z バージョンじゃなかったら、その下半身がついた状態になるんだけど、Z バージョンとかだと、下半身が、なくなって内臓がぐちぐちに出ている、まあ、ウインナーソーセージがいっぱい出ているみたいな風になったりとか、最後 のレオンが、ロケランでスーパータイランとぶちのめすシーンなんかも上半身がなくなって、ね、内臓がぶちって出たりとかっていうのがあったりするんで、そこら辺もしちょっと情報としてご存知の方がいらっしゃれば、まあそうか、自分で YouTube で探してみてそういうシーンをやってるかやってないかっていうのがあるかどうか見てみたいなとか、それの方が早いかもしれない。でもこいつはもう、ただただ、抵抗。あ、ちょっと。出てるよ、下半身。ああいうグラフィカル的なところはちゃんとしといてほしいなって思うけど、まあ、仕方ない。はい。じゃあ、このままクラウザーに行くと、ちょっと収録時間が長くなってしまうという関係からですね、一旦区切りのいいところまで、まあちょっと外に出たらね、終わろうかなというふうに思います。うん。まあ、RE2 もね、やろうというふうに決めましたんで、ただね、僕ね、RE2 ね、やっぱ序盤が一番ね、ビクビクしながら動いてる。あと、タイラントがね、正直 RE3 のね、ネメシスよりも、やつの方が厄介だったりするからね、まあそこをちょっとうまく、できるかどうかっていう不安はあるんだけど、何にせまたね、多分ね、始めてみたら同じ言い訳をすると思うんだけど、コントローラーが使えないからキーボード操作になると思うんで、操作がしづれって言いながらね、終わっていくかもしれないんですけど、まあまあね、そんなコーナーあっても普通にやっていきたいというふうに思います。ということでね、本日も最後まで動画ご視聴いただきましてどうもありがとうございました。ぜひね、チャンネル登録ボタンとね、グッドボタンを押していただけたら嬉しいです。ということで、また次回の後お会いいたしましょう。お疲れ様でした。さよなら。バイバイ。